こんにちは、スプレーアートエレンの梅ちゃんと。こんにちはじゃないよ。あ、こんばんは。はい、ベロちゃんです。イエーイ。ちなみに今何時ですか？今朝の2時。やばいよ眠い。梅ちゃんとベロちゃんはお酒を買いにね、いやコンビニに来たんだけど、うん、まあ、久しぶりの YouTube の企画もね、撮ってこないといけないと思い、じゃあ今回の企画はすごい大金、すごい、マジであげるよ。マジ？いくら？500円。え？500円お小遣い？ええ？お小遣い？そう、ありがとうございます。帰ろう。500円で、はい、メロちゃんがコンビニで、はい、うん、もう見たことないやつ。見たことない。なんかいつもさ、もう買うものって決まってるじゃん、大体コンビニで。あ、決まってる。決まってるじゃん。決まってる。500円って、うん、多分いっぱいものあると思う。ね、いっぱい見たことないよね。そう、なんかいっぱいのわからないもの、でもわからないからこそ無視する、うん、そうだね。ね、これなんだろうって感じ。そう、だから知ってるものしか興味ないし、知ってるものしか見ないじゃん、うん、今日はベロちゃんが今までセブンイレブンで見たことないもの、見たことないもの、ああ、はははは、気づいたことないものね。そう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 。オッケー、多分いっぱいあると思うんだよね。うん、え、何でもいいの？沖縄ってでもさ、もともとセブンイレブンなかったじゃん。なかった。ついにセブンイレブン。いや、これは多分今年からできて。そう、新しいセブンイレブンでしたから。イエーイ。ということで、ベロちゃんが500円持ってったら何を買っていくのか検証していきたいと思います。レッツゴー。はいよ。これは何？え？しかもさ、長野県だよ。これ一回飲んだことあるじゃん、これ。チョコラミービー。あともう本当に何言おうかわからない、全然わかんない、もういろんなことわからない。これは何？タンニンゴール。あ、オッケー、何？タンニン肌を守りながら明るい小麦粉に。え、わかんない。私もあんま、でも英語だから。あ、そう、うん、私500円じゃん。使ったことない。あ、足りない。いやいやいや、足りない。危ない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 。時間とかある？いいよ、1年。1年メディソン、あ、メディキュア。え、何？忙しいブラブラブラ人の。これお風呂に入れんじゃん。あ、お風呂？風呂いいじゃん。125円。食べ物じゃありません。あ、お風呂に入れるやつ。あ、お風呂に入れるやつ？じゃあこれにしよう。何色買ったの？ってこと？さすがピンク選ぶね。じゃあピンクです。ピンク。へえ、わかんない。気持ち悪い？気持ち悪い。これもさ、あれまやちゃんにあげるやつみたい。まやちゃんに入れてみたいな、うん、終わった？終わりました。お釣り。おお、すごい、すごい、素晴らしい。いいよ、開けるよ。ありがとう。お帰りなさいませ、ご主人様。はい、あ、頼みなさいませ。お、これね、おっと、なんかやべえの買ってないかな。わからないもの。オッケー、買いました。それは全然何かわからない。わかんない、漢字も読めない。雷三代ってなんだ、俺もよくわかんないけど、飲んだことないけど。オッケー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 。俺な、気になったのちょっとこれだね。オッケー。そしたらまあこれはお風呂のなんだっけ。これお風呂のやつね。うん、お風呂のやつ。じゃあ後で使ってみてね。うん、これは可愛いと思ったの。オッケー。で、これはキャンディのところにあったから多分キャンディかと思う、うん、これわかんない。 R1 ひたすらにヨーグルト。ちょっと一口飲んでみて。これ美味しい、美味しい。0点から100点。うん、100点。100点。え、めっちゃ美味しいんだけど。今度から買うレパートリーに入りますか？買うレパートリー？飲んだことあるよ。ない、ちょっと。めっちゃ美味しいよ。うまっ。美味しいよね。めっちゃうまっ。じゃあこれ R1 っていう。R1、 バンダイ。何これ、何これ、ちょっと待って。え、これ何？あ、かわいい、かわいい。おいしい。え、これポックルにすればいい。アジフライの尻尾。え、多い。アジフライの尻尾、硬いから食べ残された。え、食べ残されたアジフライの尻尾だって。残る
ことができてラッキーだと思ってる。ポジティブな性格。あ、これいいね。ポックルいいじゃん。ポックルいいね。めちゃめちゃいいじゃん。うん。おお。これ人生で初めて見る。だから残るんだよ。取れない。何点ですか。可愛いけど食べれない。可愛いけど食べれないから食べづらいので70点で可愛いから70点。じゃあね、これはね食べれないから、じゃあちょっと開けてみて。はい、じゃあ匂い嗅いでみようか。うわ、これめっちゃ可愛い、めっちゃ美味しそうじゃん。やばいよ、やばいやばい。あーもう、あ、すごいいい匂い。うん、匂い嗅んで。やばくない？なにこれ？なにこれ？ああ大好きだよこれ。はい、じゃあ今のところ。これ1000点。千点。千点。あ、やば。それは何だろう？これジュースかな？なんかリンゴジュースみたいな感じだかな。いくよ、いくよ。味噌出てきたんだけど。いいよいいよ。いくよ。飲み込んで。いくよ、いくよ。はい、中。なにこれ？何？分かんない。じゃあもう一回行こうか。やだ。もう一回じゃあ今度ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。食べるがやば。何これ。美味しい、ちょっと美味しいかもね。ちょっと飲んでみて。いやだね。まあ好きな人は好きかもしれないよ。そしたらその人に失礼かもしれないが、まあベロちゃんがってことだろ。私ね、個人的にね、うん、マイナス100点。マイナス100点。 OK。 じゃあね、今日絶対買わない。え、買わない。でもさ、でもまあ経験的にはよくない？今まで買ったことないものをさ買ってみてさ、もうこれね4個買ってさ、3つはまあまあかなみたいな。3つかわいい。かわいい。おいしい。おいしい。ベロちゃん、はい、初めてのお使いシリーズ500円。500円バージョン、イエイ。まあこれだけで500円払います。あ、これだけで500円払います、うん、皆さんね、あの入浴剤販売してる人はね、ベロちゃんこれ500円で買うっていうんでね。うん、買う絶対。これ多分また買うと思う。また買う、うん、いろんな色あったもんね。あ、はい、いやいや、これ買う。これ買う、うん、OK。 はい、でこれも美味しい。みんなもこんなことしたらいいと思います。はい、ということで、またの人のたらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。アディオス。アミコス。バイバイ。バイバイ。